こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはチックススピン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してチックススピン花に立ちます。その後ろからはルキャリエール、この馬も上がっていく構えです。さらにはラシアンチャンネル、8番ベストパル、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。それでは先頭からチックススピン先手を取りました。これに続いてルキャリエール、その外からベストパル、オレンジの帽子シークレットピレネー、その後ろ、その外からウェディングスパーク、その外にウィッシュシークレット、ライブリマウント、この位置です。その隣にアムールルーラー、その横にソウルオブザマター、リアルリック、それに続いていますしんがりからキャピタルスピード、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ホットデュール、2番手はシックススピンシークレットピレネー、3番手ライブリマウント、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ホットデュール先頭、差はほとんどない。2番手はウェディングスパーク、残り 200m、 先頭はライブリマウント、ウェディングスパーク必死に追いすがります。ウェディングスパーク追いすがります。やはり強いライブリマウント、ライブリマウントゴールイン、ライブリマウント1着、2着にはどうやらソウルオブザマター、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ライブリマウント、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はプレストシンボリ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はプレストシンボリ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はダンシングサーパス、ダンシングサーパス、カワチシェル、カワチシェル、カワチシェル1着、2着にはどうやらペガサス、見事に勝ちました。カワチシェルインターマイウェイ完敗です。着外に沈みました。